トレーニングマッチ見に宮崎に行きます。よよ今サバ川を出て、着くのが11時半。遅いですね。遅いね。出発が遅かったからね。はい。ちなみにメンバーはこの4人です。頑張ります。このメンバーといえば甲府遠征行った4人でもあります。久しぶりの遠征、違うな、遠征じゃない、高速だな、高速、うん、高速ですが気をつけて行きたいと思います。シャダン、記念写真撮ります。何の記念写真？3年連続3回目の宮崎。3年連続3回目って宮崎毎年来てます。あ、いい顔っすね。塩、肉だほら。よし、帰ろう。おにぎり。帰ろう帰ろう。カプセルホテル帰ろう。やばい、遠足じゃ。ちょっと食べてや、行くんか。ホテルこっちでしたっけ。こっちこっち。うん、あ、いい匂いするな。あー、うずい。うまい。うまうまあー、うまい。うまいですか。あー、うまい。うめえ。あ、さっきいっぱい食ったのに。じゃあそんな感じでホテル帰ります。また明日。おはようございます。現在7時50分。以上、カプセルホテルからお送りしました。
やってきました。キャンプ地。今日は読めないです。ウルサンヒュンダイ。ウルサンヒュンダイ。ウルサンヒュンダイとカタール富山との練習試合があります。しっかり新生サンフレッチェの試合をじっくり見てやっていきたいと思います。ちなみにピッチはこんな感じです。南国っぽいね。シーダやと思うんだもん。はい、ただいま前半終わって0対0。数がすごいんで、あといい守備からいいカウンターができるんで、それが今年の特徴かなと思いますんで、引き続き後半も見ていきたいなと思います。とりあえず寒い。モリシス、モリシス。またモリシスじゃん。モリシス。2年連続モリシス。びっくりした。いろんな人が現れるんでびっくりします。まあ後半も期待しながら見ていきます。シーガイエです。すげえ。気合です。いやー、シーガイエで試合終わった後スコアだけ書いておいて、詳細は TSS に出してしまう。やらしい。それではこれから帰ります。日食は行くか。現在3時前です。これから帰ります。じゃあ帰ります。ちなみにあれがシーガイアです。また来年期待っすね。よよ。試合の振り返り行きましょう。はい。結果は1対0勝ちました。さすが ACL 常連チームに。お、いいね。これはいい感じになったんじゃないんですかね。どうなんかね、試合展開云々。前からまあ守備に行くっていうのがはっきりしとったけ、それは去年にはなかったいいカウンターにつながりよったけ、いい感じだったんじゃない。途中から出てきた純也とかも良かったしね。そうですね。あとは久渡のコンディションが上がってくるのを待つだけだね。まだキャンプなんで。そうね。あと新加入選手もまあまあ千葉はいい感じにフィットしとったし、石原も足がすごい速くていい選手だっていうのは分かったけ、あとコンビネーションを高めていってもらって、あと1ヶ月もないけ、なんとか開幕に間に合ってくれればいいなと思います。はい。後ろの人どうぞ。同じく特にないです。見てないもんね。注目の選手いましたか。注目の選手ウィルソンつったけど。ノツダが、まあ、堂々とやってたかなと。ああ、出ましたね、ノツダ。まだ17歳にし、高校2年生にして、しっかり落ち着いてたんで、しっかりと、まあ、トップで頑張ってもらいたいなと。はい。しっかり契約結んで10年契約で10年契約で逃さないように。はい。うん、右に同じです。なんでこっち取ってんすか、まだ。他にないっすか。ああ、宮崎飯がうまかったっすね。あ、試合じゃなく試合だっつって。はい、以上です。はい、じゃあ帰りましょう。エスティベンらしいです。え、宮崎市内です。エスティベンらしいです。何言うんですか。さあもう帰ろうか。さあこれから500飲んどる時に69キロ笑わすのやめてくれ。到着は10時41分です。明日また仕事です。キリルってあれなんですか。気をつけて帰りたいと思います。夏スタート以上、キャンプ地からお送りしました。さよなら。おい、さよなら。また開幕戦で会いましょう。